今年度最後のバズラーナイト、春の別れの季節ですけども、シュントと青い今回でバズラーナイト最後ということになりました、はい、4月からどんな新年度になりますか。今年より D の活動をしていけたらなというふうに思っております。シュントは、僕はテレビ会社でテレビの勉強をさせていただきたいと思います。東京に旅立つということで気持ちよく送り出したかったんですが、がこのままじゃ無理です。そうですよね。なんで、まあ、30近いおっさんから言わせると社会を舐めるなと。そんな、ねえ、ちょっと取ってそういうこの会社ダメだよそれは。 はい、ありえんやろ。葵もいや、私何ですか、ね、田舎のヤンキーみたいな。きっと新社会人のみんなも同じようにどんな風にしていけばいいんだろうなっていう悩みを抱えていると思いますので、今回は特別企画、目指せ社会人大変身スペシャルをお送りします。イエーイ。春から大人の仲間入りという皆さん、新生活の準備終わりましたか。チャラチャラの金髪にギャルメイク、これじゃ卒業なんてさせられない。ということで今回は美容のプロに協力を依頼。2人は社会人スタイルに変身することができるのか。まずシュントがやってきたのは美容室アンティブランシェ。日本を代表する一流のトップサロン100選になんと2年連続で選ばれたすごい美容室なんです。担当してくれるのはキャリア20年以上、宮崎が誇るトップスタイリスト、タカさん。どうですか、この今のシュントの髪。はい、そうですね、イケイケな金髪いいですね。これででも社会人ってなるとやっぱ、はい、そうですね、ちょっとびっくりされるかもしれないですね。どんなイメージにしたいとかあります。やっぱり社会人1年目、うんうん、清潔に見える爽やかイケメンになりたいですね、うん、そうですね、素質は持ってるんで、うん、もうすぐあのかっこよくイメージができると思います。テーマは 100% 好感度アップ、デコ出し、イケメンスタイルですね。デコ出し、はい、顔がイケメンなんで何でも似合うと思います。うっさ。謎の自信を見せるシュントですが、まとまりのない金髪にボッサボサの髪の毛、ビジネスマナーでは当然 NG。 今の若者の方たちっていうのはやっぱりこうちょっと可愛い感じの前髪長めのマッシュとかやっぱり流行ってるんですよ。でも社会人になってくるとちょっとそれがおしゃれすぎてちょっとモサッとした感じとかちょっと可愛すぎるとかっていう感じになるんで、新社会人最初なんで、やはり個性を出すより、まあ、印象よく、爽やかにいった方がいいですね。後ろから切っていきます。しゅんと君の場合はもうバリッと刈り上げることなく、爽やかに耳周りだけスッキリするような感じでいきます。耳周りや襟足を短く刈り上げる2ブロック、爽やかな印象になるためビジネスシーンで人気のヘアスタイルです。しかしここで注意したいのが、もう全部刈り上げていくと、まあ、2ブロックみたいになるんですけど、あんまりメリハリのコントラストがつきすぎるとちょっと奇抜な感じになるんで、そこは注意するところですね。今日は、デコ出しショートなんで、パッとこう立ち上がりやすいような長さをキープしていきたいですよね。じゃあオンオフで使い分けられる。そうですね、やっぱり短くすぎるとちょっとオフの時に前髪降りてこないんで、気分のスイッチを変えれるようなヘアスタイルできたらいいかなと思いますね。バズボーイとして1年間出演してきたシュント、春からテレビ業界に入る彼にはある夢が。一番関わりたかったテレビと関われたんですごい嬉しいですね。モデルとか芸能人とかたくさん知り合いになれないかな。ここで人生の大先輩からこんなアドバイスが。自分的にはやったとか、そういう主張する感じよりは最初は素直に全部了解ですと言ってもらいたいですね。
素直な子が可愛いってことですね。そうですね、素直な子は伸びる、素直な子は伸びる。一方、その頃葵は大メイクアップスタジオへ。人気の眉メイクレッスンや特別な日のフルメイクなど、自分にぴったりの可愛いを見つけてくれる宮崎初のメイクサロンです。教えてくれるのはメイク実績なんと2万人以上、プロのメイクアップアーティスト久島さん。今の葵のメイクはどうですか？はい、そうですね、ちょっと目力がきつすぎるっていうか、ね、あの鋭いアイラインが入って、ちょっとアイシャドウもダークなカラーがガツッと入ってますので、そこちょっと和らげて春らしい可愛さにしたいですね。じゃあズバリどんなテーマで配信させましょうか？はい、好感度大、春のオフィスメイクで試合していきましょう。鋭いアイラインに真っ赤な口紅で派手な印象の葵、田舎のヤンキーは大人女子になれるのか？眉毛をカットしていきますね。ちょっと左右の形が違うので、左右の形を合わせて描きやすい形を作り出しますね。眉毛を描くときのポイントとかコツとかってあるんですか？使う道具が一番大事です。眉毛はまずパウダー、アイブロウ、一番簡単なので、はい、この2色を混ぜて使いましょう。目の色に近いものを選ぶといいですよ。黒目の色、真っ黒じゃないので、自分の黒目に近い色をつけてあげると。混ぜて調節して、はい、真ん中から外にふんわりぼかしていった方が美丸。ここはまた最後ペンシルで描きます。続いてはアイメイク。目力がきつすぎると指摘された葵ですが、この後変わります。もうこの2色で完成します。終わらせますので、これがまあナチュラルオフィスメイクというか、やっぱカラーを使わずにこうグラウンの方が、そうですね、ちょっと立体感を出す程度でいいです。上まぶたのアイシャドウはベースカラーを塗った後、血色感が出る明るめのブラウンを二重幅の少し上まで塗るだけで、ナチュラルで華やかな印象に。リキッドのブラウンを引きましょう。で、今日長すぎに引いてあったので短めに、アイラインが一番主役にならない方がいいかな、はい、アイシャドウ、目の下まぶたにします。これはリキッドアイシャドウです。かわいいやな、ツヤ感、はい、水タイプの、ちょっと輝きが少し見えるかなという程度です。はい、口紅をつけていきましょう。はい、今日はピンクベージュでいきます。あんまり濃いピンクじゃないし赤すぎない、健康的な色っていうか、唇が綺麗に元気な血色で見えるっていう程度が、なんか最近中国メイクとかが流行ってるんですけど。そうです、赤色をベースとした濃いめのカラーが特徴的な中国メイク。美人度がアップすると女子の間でバズっているんです。しかしお仕事の場ってなると、はい、奇抜すぎちゃうので、赤いリップは避けましょう。そしていよいよセットが完了。2人は一体どのように変身したんでしょうか？それでは変身した2人に登場してもらいましょう。どうぞ。おー、すげー、全然違う。なんということでしょう。変身前のだらしない印象から一転、フレッシュ感あふれる爽やかな見た目に生まれ変わりました。今回のスタイルはおでこをしっかり出すことで、社会人のフレッシュ感や毛先の、ツヤ感で、若さとこれからのやる気のあるイメージを演出できます。推しスタイルは前髪を下ろしたリラックス感のある無造作なヘアスタイルがおすすめです。整髪量も、休日はちょっとこう少なめで、カジュアルな感じでラフに演出するのもいいですね。あの彼女は眉毛も目も口も全部こう気合の入った色がついてましたので、こうもっと明るいカラーで量も少なめにしてつけるっていうのが引き算メイクで、そういうところを大事にメイクしました。新社会人メイクで大事なところは、あんまりこう黒いものをいっぱいつけないと、
アイライン、マスカラもたっぷりつけすぎないっていうのが重要なポイントですかね。今回見事な変身だったと思うんですけど、はい、2人は変身してみてどうでした？いつもは結構濃いメイクな、強めのメイクなので、これ淡い色をしてもらえて新しい自分が発見できたかなと思って新鮮です。いや、自分がいかになんかチャラついた見た目だったのかなっていうのをすごい勉強させられる一日でした。まあこれで、まあ、無事に新生活を迎える準備はバッチリなんだけど、4月からどんな目標で頑張りますか？バズらないとでいろいろ学んだことを東京でも生かして憧れられる人になりたいと思います。具体的な夢は？有名になってテレビに出ます。セントはテレビ制作会社に入るので、みんなを笑顔にできるようなテレビを作っていきたいと思います。そしてパズラナイトに帰ってきて、パズラナイトの藤崎さんを牛耳ってやろうと思います。帰ってこなくていいわ。まあでも2人とも東京でいろいろこれから大変だと思うけど、自分の夢に向かって精一杯頑張ってください。1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。